お、大スズメバチ来てますね。ふう。クシクシやってます。じゃあ一本勝負開始。ファイ。取れなかったな、ちゃんと。ここに置いてた。緊張するぜ。今日も多いな。一応セットしたから置いとくけど、今日はあんまり来ないと思うんだよね。粘着剤ずっと置いて退治し続けてるから、そんなにオオスズメバチ、くそ、数いないと思うんだけどな。この駆除はネズミ用粘着シートを使ったオオスズメバチ専用の駆除方法です。みんなが大好きなやつですね。今回は約2時間取れました。何匹取れるでしょうか。オオスズメバチは秋になるとミツバチを集団で襲いに来ます。一応日本ミツバチは熱殺蜂球などオオスズメバチに対抗する手段を持っています。ですが大量に来るオオスズメバチには普通にボコボコに負けます。1匹ぐらいなら倒せるんですけど、10匹20匹やってくるので、そうなったらもう巣を守りきれません。負ければミツバチの幼虫は全滅、大人ミツバチも全滅か投去してしまいます。このトラップのいいところは、ネズミ用粘着シートは安価ですごい安くて入手しやすいということですね。普通にアマゾンとか薬局とかそこら辺で売ってます。あ、ただ注意するべき点が3つぐらいあって、粘着シートなんですけど、これ成分耐性がないので終わったら燃えるゴミに捨てないきゃいけないということですね。もし人体に粘着がひっついたらちょっと大変なんで、その時は食用油で溶けるので、サラダ油とかつけて溶かしてください。オオスズメバチを最初の1匹くっつけるのが一番多分危険だと思います。いっぱいうじゃうじゃうじゃーって巣箱にいる時は、必ずオオスズメバチはなんかこっちを警戒してくるんで注意してください。刺されるととんでもなく痛いらしいです。10匹に刺されると致死量で、アナフィラキシーで死ぬ場合もあります。もし刺されたら病院へ行きましょう。皮膚科があるところがいいです。アナフィラキシーが出たら救急車を呼ぶ方がいいです。待ってる間、足を椅子に乗せて横たわらせて休ませましょう。これは血圧が下がりまくって脳に血が行きにくくなるから、その対処です。オオスズメバチがミツバチの砂糖蜜飲んでますね。なんてことだ。死んでもらおう。
よ。きついってか。よいしょ。こんなもんかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9匹。9匹取りました。たまにミツバチの巣箱の前の糖蜜を飲んでましたね。うわぁ、ちょっとサムネイルに撮っとくか。これがオオスズメバチです。あ、出るじゃん、これ。すまんね。ミツバチ溺れてんじゃん。溺れてる？溺れてない。ちょっとちょっと。いっぱいついてますね。3、4時間経ったんですけど。すごい。いやー、これもう第5波だな。今日になっていきなり来たな。これ。いや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 。今日も来ますね。かかるか。かからないか。どっちなんだ。わかった。おおおお。まだいる。今日もかかりましたね。でもこれちょっとグロいからあんまり。はい、じゃあ今回はオオスズメバチを粘着トラップで駆除したという内容でした。2時間で9匹、あと数日にわたって複数匹粘着にくっついてましたね。今年の秋はすごい、今までで一番オオスズメバチが収益してきた年でした。コメントありがとうございます。結構見てるんですけど、ショートの方を投稿したんですけど、倍再生してくれて、もう結構かわいそうっていうコメントがあって、そういうコメントも嬉しいですね。やっぱ駆除って命を奪っちゃうんで、でもやってると慣れてしまうんですよね、私が。なのでかわいそうとかいうコメントもらえると、やっぱこれかわいそうって感じるよなって、人間としての心を取り戻せるんで、そういうコメントもありがたいです。ただちゃんと面白いですみたいなコメントもあ、もっともちろん嬉しいです。それじゃあいつものグッドサイタショーのコーナー、前回の動画は蜂蜜うますぎ、それでグッドサイタショーは誰もいなかったですね。今回の細蜜蜂蜜を撮った動画なんですけど、再生数低かったんでコメントも少なくて、全員同率1位でした。あとは、まあ、常に駆除動画ばっか出してたんで、駆除大好き民ばっか集まってしまった弊害ってやつですね。で、なんか良かった賞、自由人さん、ミツバチ可愛いですよね。蜂蜜はあまり食べる機会ありませんが蜂大好きです。これは嬉しいですね。やっぱ蜂って毒持っててちょっと怖いイメージあるんですけど、ミツバチに関してはなんか顔が可愛いんですよね。オオスズメバチは見るからにプレデターって感じなんですけど、不思議です。よし、こんな感じでじゃあ今回の動画は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。